마사다. やってきました全国少年サッカー大会静岡県代表を決める決勝戦果たしてこの大会に勝って春の全国大会に出場するのは昨年の代表修鉄を中心とする南葛 SC かはたまたこの決勝まで全く危なげなく試合を続けてきた名門清水 FC か場内は早くも凄まじい盛り上がりを見せておりますだった青葉弥生よろしくね昨日全国各地でまず5つの代表チームが決まったそうだ注目の埼玉代表は昨年の代表チーム南浦和 FC を10対0で破った明和 FC だ明和 FC 若林くん日向小次郎、貴様との決着は必ずつけてやる。令和と対戦するためにも、今日の試合、必ず勝とう。おう。よしみんな、今日はベストメンバーで行くぞ。おう。
南葛優勝決定。静岡県代表として全国大会に出場するのは南葛 SC に決まりました。やったわ熊本君、優勝だ、全国大会だ。やったな翼。やりましたね姉子。あの少年は監督、誰だか知ってるんですか。ああ、彼の名は三杉純。現在少年サッカー界で一番将来を期待されているプレイヤーだ。三杉純、南葛 SC は静岡県代表に選ばれた。次は全国大会、本当の戦いはこれからだ。よし、完成だね。お父さん、また違う土地に行くの。ああ、お前も全国大会が終わって2学期になったらまた別の学校だ。友達にも伝えとけ。うん、それ新キャプテン。そうだ、若林は県大会で痛めた足がまだ治っていない。おそらく全国大会出場は無理だろう。今から新キャプテンは大空翼だ。俺がやったな翼。おじゃ、いいか、今日からは翼新キャプテンを中心に新しい南葛 SC のサッカーをしていくんだ。はい。若林、何か一言ないか。みんなすまん、ひとまず俺はこっちで治療に専念する。だが日向小次郎の明和 FC との対戦までには必ず足を治してみせる。それまで絶対に勝ち進んでくれ。頼んだぞみんな。はい。しました。君が戻るまで必ず勝ち抜いてみせるよ岡林くん。頼んだぜ新キャプテン。若林の抜けた分だけ余計に手を取らなきゃならないんだからね。違う小学校、元は敵同士、でも今ではぴったり息が合っている。我ながらいいチームだ南葛 SC。
ャプテン翼くん、みんなで、みんなで日本一になろう。さあ、今年もやってまいりました全国少年サッカー大会。北から南から全国各地で予選を勝ち抜いてきた48チームのサッカー少年たちがここ読売ランドサッカー場に集まってきたのです。今日から7日間にわたって繰り広げられる今大会、この少年たちによってきっと数々の名勝負が作られることでしょう。南葛 SC 予選ブロック1組 A。 よし翼、なかなかいいのいいんだぜ。1の A なんてよ。対戦相手1組 B は、明和 FC。 なんだって？じゃあ俺たちの第一戦は？ヒューガー。